今日はネズミ年っていうことでガーグラーですね。ガーグラーっぽいやつかな。ホームフライのネズミちゃんを作りたいと思います。見えるかな？ちょっと白飛びしちゃってますね。耳のある可愛いネズミちゃんですね。こういうのを作っていきたいなと思います。これはちょっとね、テールの方、マラブ使ってますけど、今回はマラブじゃなくてね、スキンですね。ここら辺を使ってやっていきます。で、フックの方なんですけど、8089の10番がいいですかね。うん。ワイドゲープ。これを使いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、アイスにフックをセットして、テールから巻いていきますね。テールなんですけど、ゾーンかテープ使ってもいいですし、僕たまたまね、手芸屋さんで、鹿のね、革っていうのを見つけたんで、ディアスキンっていうのかな。これを使ったら面白いんじゃないかなと思ってるんで、ちょっとトラウトガムっぽいような柔らかい素材なんですけど、これをちょっと使っていきたいと思いますね。ちょっと丸くして、テールつけます。テールの長さ、まあお好みでいいんでしょうけど、ちょっと長いかな。可愛らしいネズミをね、ちょっと長めの方がいいかなと思います。グリグリと大雑把でいいですよ。巻いてっちゃってください。で次にボディじゃないか、フォーム材ですね。浮力体になるフォーム材を巻きますね。フォーム材は2ミリの厚さのフォームですね。だいたい1.5 センチぐらいですかね。 1.5 センチぐらいで一発切っちゃいますね。サイズはね、長さで言うとどんぐらいあるんだろう、これ。7.5 センチですね。まあ、7センチあればいいかなと思いますね。これを糸巻きやすいようにねカットします。こんな感じですね。この後はラビットファーをタビングするんでね、ここら辺もグリグリっと簡単に巻いていただければいいんじゃないでしょうかね。はい、OK です。そしたらこのタビングですね。タビングループを作ってで、藍より少し手前ですね。フォーム材止めますんで、藍より少し手前でスレッドを止めておきます。でダビングですね。この時にダビングツイスターお持ちの方はあれですね、ダビングツイスターねあった方がいいかなと思います。でこれがラビットストリップですね。これをダビングしていきます。この時に文房具屋さんで使うようなクリップを使っていただくと簡単にダビングできるんじゃないかなと思います。よいしょ。
感じですね。ワックスを塗って塗りすぎないように。ベタベタになっちゃいますからね。あまりこれラビットって重なってるとこ多いとダビングした後にツイスターでダビングした後ね毛が抜けやすくなるんでできるだけ薄く伸ばすような感じにしてください。っちゃったらまあいいや。OK。ダビングしていきます。こう気持ちいいですね、これ。軽くダビングし終わったら。ちょっとね、毛を立たせるような感じで歯ブラシで、ね、軽くやってください。あんまりやりすぎるとね、まだちゃんとダミングされてない毛が抜けちゃいますんで、軽くで、ね、試していきます。よし、こんなもんかな。ふわふわの毛がね、できましたね。じゃあ今度ね、ハックルプライヤー。ハックルプライヤーで糸のところを挟んで、ツイスターを外します。で、今度は、なんだ、ボビンがこう、手前から後ろに行くのに対して逆にツイストしていきますよ。こっちか。この時ね、前から後ろに毛をね、撫でながら行くんですね。まあ、ダブリングっていうんですけど、ウェットフライなんかでよく使われる技法なんですけども、ダブリングをしながら巻いていくと。そうすると、せっかくね、前の方の毛が巻くことによって倒れてしまうんで、それが防げますんで、ボリュームがもっと出るということですね。ダブリングして巻いていきます。毛がすごい抜けてるね。ちょっと足んないかな。足んなかったらもう一回ね、ツイストしますんで。
丈夫か、なんとか足りるかな、 OK、 足りますかね、ちょっと足んねえな、もう一回ダビングしましょうか。ほんの少しダビングすればいいかなというところですね。このね、クリップあるとね、すごい簡単にダビングできますんで、どういったマテリアルでもね、簡単にできますんでね、ぜひおすすめです。数百円で買えますんでね、文房具屋さん行けば。しっかりとスレッドを巻いてヘッドを作っていきます。これしっかりしてないとね、ダビングが取れちゃうときありますんで、使っていくとね、この辺が強度の増すためにしっかりとやることが大事だと思いますよ。ね、フォームを折ります。ゆっくり増し締めするような感じで、フォームを急にギューって締めると切れちゃいますんでね、ゆっくりと増し締めする感じでやってください。3回巻きます。そしたら1回折りますね、ここで。カットしていきます。かわいい、いいよね、つけました、はい、ここでブリブリグリッド3回巻いてフィニッシュですね。フィニッシュ、
成ですね。お手軽ネズミフライいかがでしたでしょうか。こんな感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。またね、簡単なフライ、まあ、難しいフライもそうなんですけど、時間あるときにあげたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。はい、ではまた。